月3日関西マスターズゲームズ市長杯第27回市民バドミントン大会が開かれました。大阪市と大阪市バドミントン協会が実施するこの大会、バドミントン競技の普及と障害スポーツとして健康増進に努めてもらおうと30年近い歴史を刻んできました。対抗で行われる大会には今回男子が市内11区から13チーム、女子は10区から12チームが参加、男女合わせておよそ190人が熱戦を展開しました。試合は男女ともすべてダブルス戦、3チームから4チームで行う予選リーグを勝ち抜いたチームが決勝トーナメントで大阪市の頂点を競い合いました。今オリンピックでも強くなっていってるんですけど、結構若いジュニアから上は80歳とかぐらいの方でもされてる、幅広くできるスポーツなんです。だからそれをもっともっとこう広げて皆さんに楽しんでいただけたら一番いいし、たくさんの方に出ていただきたいかなと思って、もっと各区から2チーム出られるので、できたら AB を作っていただいて全ての区が参加されるように願ってます。